こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。日本原産の品種や不足していた尿素など密輸大国の韓国ですが、日本に金塊を密輸した犯人に対し韓国政府は罰金しか追及しなかったようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。香港で購入した金塊をインチョン空港の乗り継ぎ区域を通じて日本に密搬出した40代が1000億ウォンを超える罰金刑を宣告された。インチョン地方裁判所は特定犯罪加重処罰法上の関税及び関税法違反容疑で起訴された犯人に罰金1101億ウォンを宣告し、2470億ウォンの追徴命令を下したと明らかにした。犯人は2016年8月から2017年4月まで時価2243億ウォン相当の金塊4952個を115回にわたり日本に密搬出した疑いなどで起訴された。彼は香港で購入した金塊をインチョン国際空港の乗り継ぎ区域に密かに搬入した後、運び屋を通じて密搬出したことが明らかになった。犯人は韓国から出発する旅行客に対する日本の税関の携帯品検査が緩和された点を狙って運び屋を多数雇用し、犯行に及んだことが分かった。犯人は裁判の過程で自分の密搬出行為が罪にならないと思っていたと主張したが、裁判所は彼の主張を受け入れなかった。それではネットの反応です。115回も運んでいる間、関連機関は何をしていたのか。グルになってやらなければ不可能なことだ。関連機関も徹底的に捜査し、業務忌避事項も調査しなければならない。時価2440億なのに、追徴金が2470億、罰金が1100億なら完全に損なのだが。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。